じゃあよろしくお願いします。時刻は7時35分になりました。 79.7MHz FM 機能からモーニングエイトお送りしますよ。おはようございます。今日は火曜日ということで、私ミノが担当いたします。3月28日、3月もラストウィークとなりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。おととい日曜日ぐらいからまたちょっと寒くなって、まあ寒さが続くのは今日か明日ぐらいかなという感じですが、別れビーサーですよねきっとね。まだですか、うっちーさん。まだって思う。あ、まだですか。この寒さまだ続く。そうですか。まあ来週なると4月、新年度がスタートしますからね。皆さんお気持ちはいかがでしょうか。あまり変わらないっていう人もいるかもしれないんですけれども、まあ、区切りということで、いろんなところではね、また今年もよろしくお願いしますという、そういう、雰囲気にもなるんじゃないでしょうか。来週月曜日からさ、また寒い。来週月曜日寒い。あ、そうなんですか。14度。大変だなぁ。なんかね、内地の方ではちょっと雪の、ね、ちょっと事件もあり、突然寒くなると嫌なことが起こっておりますので、ないですけれども、まあ、体調管理だとか、そういうことはしっかりやっていきましょうね。ということで、早速今日のテーマ、いきたいと思います。発表します。今日のテーマは、プロフェッショナル。でございます。今エコーかからなかった。プロフェッショナル、かかってる、かかってます。あ、よかった。プロフェッショナルでしょ、でしょって。皆さんが仕事をしていて、お、これちょっとプロってるなとか、プロフェッショナル、プロの、プロを意識をして行っていることとか、仕事じゃなくてもプライベートではこういうプロだよとか、プロフェッショナルでメッセージお待ちしています。そしてリクエスト、まあ、最近はなんかこうリクエストもテーマを決めて募っていますので、せっかくなので今日のリクエストのテーマは、会ったことがあるアーティスト。今日のリクエストのテーマ、あなたが会ったことのあるアーティストの曲お待ちしております。それに関してなんですけれども、今日の一曲目は、私が先週、ライブを見てきました。フィフスハーモニーという、アメリカからの、アーティストなんですけれども、今から紹介します曲、タイトルが、日本語に訳すと、大きいハンマーっていう、はい、訳なんですね。どんな歌かというと、まあ、あなたに会うと、もう、ものすごく脈を打つと、ハンマーのように脈を打つ、これが私の愛なのよっていう愛を歌った歌です。ということで早速この愛を歌った歌、皆さんお聴きください。フィフスハーモニー、スレッジハンマー。プロフェッショナルの曲はなんていう曲かね。スガシカオの、スガシカオ、なんだったかな。ライブ見たのも会ったことになるのって。なる。なります。そうじゃない、なろ。きつい。スガシカオ何かわかる。ストーリーかな。ストーリーだ。なる。だったと思います。聞いたことある。スガシカオは会ったことあるからね。あ、本当ですか。すごい。あ、あの、なんていうのかな、テレビ越しで。それなら私も負けておりません。だってプロフェッショナルがテーマでこれ書けないわけにはいかないだろう。うん、
あ、違う、プログレス。全然違うじゃん。よかった。なんだっけ、プログレム。はい、ないな。プロフェッショナルっていう番組に関してでもいいですよ、皆さん。 NHK の見てますか。ないや、プログレス。はい、どうしかな。もうひふみさんとかは送ってくれてるから、うん、ダンサーズさんもそれをかけますよ。採用するみたいです。縛りちょっとも緩いかな。だいたい鼻出すぎだし、ほんとに。猫もね。オッケー。全然風邪じゃないんですけどね。夜も、もう布団と毛布ダブルで寝てるし。いや、布団ないんだよな、うち。毛布ですか。うん、トラフィックライン。時刻は7時43分になりました。 79.7MHz FM ギノワンからお天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日3月28日沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。降水確率今日は 0%。 気持ちいいね。日中の最高気温は20度まで上がりますよ。北東の風のち南東の風晴れ、夕方から曇り、波の高さは2メートルのち1メートルとなっております。気持ちいいぐらいですね、本当に。沖縄本島地方は29日にかけ空気が乾燥する見込みです。火の元の取り扱いに注意してください。以上、お天気お伝えしました。続いて、道路交通情報です。まずは、沖縄自動車道からです。現在、沖縄自動車道、金インターチェンジ付近、交通のためか、渋滞が発生しております。付近なんですが、上下線とも工事中となっておりますので、ご注意ください。続いて一般道路です。現在事故などの情報は入っておりません。中部地区ですね、国道330号を、これは北行き公営が一部渋滞発生していますが、その他目立った渋滞見られません。やはり春休みの影響かと思われますが、子どもたち
暖かいとね、お外元気に出て走り回って遊んでいる、よく見かけます。自転車だったり、なんだろう、あの今キックボードじゃなくて、なんで、なんて言うんでしたっけあれ、ローラースケートじゃなくて、なんかね、こうボードに乗って腰をこうくねくね動かして、ね、あれすごいですよね、乗っているのよく見かけますが、急にやっぱりね道出てくることがありますので、皆さん運転している方ご注意ください。以上、道路交通情報をお伝えしました。メッセージ紹介していきましょう。ネームギマですよ。はい、おはよう、かわいいみーの待ってたよ。いつもありがとうございます。ネームギマですよ。テーマ、プロフェッショナルといえば、毎年那覇マラソンの前になると意識が高くなって、もちろん練習も意識が高くなるね。みーのも僕と一緒に走ろう。平均3時間台で走るよ。どんなね、みーの走るね。うん、無理ですね。本当に3時間台ってなったらもうプロの域です。大丈夫。大丈夫じゃないよ。何が大丈夫なんですか。干からびていきそう。私こんなだったらもう職業変えないといけない。すごいですね、本当にプロ意識ね、プロ意識を高くして練習するってなると、どんな練習するんですか。もう食事からとか、そっからどれぐらい前から意識始めるの、こうそのゴールに向けて。あとは山でとか、ね、山での練習、はい、もう外国人選手みたいですね。すごいね。沖縄だったらね、その高い山はもう石垣にしか私はちょっとないような気がするんですけど、アップダウン結構あるところ多いと思うんですが、そういうところ走るの、それともビーチとか砂浜もね、結構トレーニングではいいって言いますけど、どんなですかね、走る方意見聞かせてください。メッセージギマさんありがとうございました。続いてこちら紹介しましょう。おはみーの&山うっちーに皆さん。朝からエレベーターがタバコ臭くてダフンだ。ギルヤのひふみですごくちょう。タバコクワイアのプロフェッショナルじゃないな。本当ですね。おっと、今日のテーマうまく先走っちまった。してから3月も最終週になって天熊道路工事して血の神様混じってないかねと心配なこの頃、地面の血の神様ね、もう本当に工事多いですね。ガタガタ道になってますよ。何回工事してもこの道直らないなっていうところ私あるんですけど、意味あるのかなって思っちゃいますよね。ほんとなんかこう、あのマンホールのところがこうボコって出てるところ多くないですか。多いですよね。あれ不思議ですよ。あれやればいいのね。本当に。ちょっとメッセージ戻りましょうね。逆に嫌なノンプロやってなるのは、オーライ言ってる警備員が邪魔な位置に立ってる時、お前が邪魔なんだとマウンテンデュー吹きかけたくなるよね。おっと、そんなことしたらもっちゃこったいして余計に動きが鈍くなっちまうな。はっはっはって笑ってますけど。じゃあみーの&山内に皆さん、邪魔な警備員にも優しい運転で今日もよろしくごっくんちょー。冷やみかち東北、冷やみかち九州ってことで、いや言いたいことわかりますよ。あとね、こう警備員の方が赤い棒を持って誘導してくれるんですけど、どっちに指示を出してるの。これ私今行っていいの、それとも止まらなきゃいけないのとか、これ自分で判断していった方が早いなとかありますよね。どんなですかね皆さん。ちょっと警備員の人も疲れてるのかわからないんですけど、もうね、安全のためにもうちょっと頑張ってよっていう時ありますよ。本当に、いやー、なんかこう言い出したら止まらないね。ね、やっぱプロ意識持って警備員の方もお願いいたします。ということで、この牛乳屋のひふみですさんからね、リクエストもいただいてますのでおかけしたいんですが、一応今からかけるリクエストはニーヨのソーシックなんですけど、
ひふみさんは、で、誰が病気よっていうね、あの、ツッコミまでいただいてます。シックではない、病気ではないってことですよ。一応今日のリクエストのテーマは、会ったことがあるアーティスト。まあ、かっこ、見たことがある。でも、構いません。よろしくお願いいたします。ライブでも。ライブでも、OK。うん、本当ですね。いやー、ニーヨも会ってみたいではありますね。でもこの今からおかけする曲ってだいぶ前かと思いますけど、皆さん何歳ぐらいの時なんでしょうか。私は多分高校か中学だから多分10年前の曲かなと思っています。久しぶりです。おかけしましょう。ニーヨ So Sick。 10年前かな。3分半だった曲、うん、あと銀トロさん、この3曲ナイスでもね、細坪さん結構あるんですよ。他の曲をお願いします。銀トロさんやっぱりマニアックだ。マニアックだね。細坪さんもでもあなたも会ったことあるんじゃない。細坪 FM 沖縄によく来るよね。あのあれに4時の番組 4PM、 うん、ちゃんと使うかな。昨日もさ、こっち工事のさ、あれがこの通りの真ん中に立ってるわけよ。歩いてるわけ。何やってるわと思って怖かった。びっくりした。危ないですね。危ない。おじいちゃんだった。あの作業員だ、うんうん、こっちの作業員だ。危な、危ないよ。なんかこう本人は大丈夫と思ってても運転してる人からしたら危ないよね。危ないですね。危ないしな、こっちは。だって近くに感じますよね、すごく、うん、実際より。警備員わかるわ、本当。警備員じゃん、誘導員か。クラクション鳴らして。ひどいな、今日。今日特にひどいな。うん、鼻取ってきた。見て、ここ、コーヒーこぼした。いや、コーヒーって言ってますけど。いや、コーヒーですよ。皆さん、騙されないでよ。いや、コーヒーです。髪伸びました。私、わかります、すごい伸びたんですよ。伸びたんですか。伸びたんですよ。そうですか。あの髪、黒いところが出てきてます。あのプリン、うん、うん、何色にするの。髪は今、脇汗見せられるかと思った。だ今あの派手な髪できなくて、んあんまり。なんだ、大使も一応やってるので。あ、そうなの。大使やってんの。私、北谷町の白浜大使というものをやっております。いや、オフってないっすよ。ただね、あ、オフってないよ。オフってないよ。聞こえます？あげてるよ。聞こえないかな。聞こえにくいですか？あれでもトロンボーンさんが聞こえてるね。アオランでマウンテンデューって。マウンテンデューってね、むちゃむちゃする感じ。菅官房長官は27日の会見で、アメリカ軍普天間飛行場に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、ワクチンってば今ん、あ、パーマにパーマ、楽ちん楽ちん、やっぱり楽ですか。セットが楽、うん、
この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面からです。知事に賠償請求検討。菅官房長官は27日の会見で、アメリカ軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設をめぐり、移設阻止に向け尾長知事が埋め立て承認を撤回した場合、知事個人に損害賠償を求めることはあり得ると明言しました。国が知事を相手に損害賠償を請求する考えを示したのは初めてです。知事権限として認められている撤回を検討する知事を相手に、国が損害賠償をほのめかして知事個人を制圧するもので、識者からは抵抗する市民の萎縮を狙ったスラップ訴訟との批判の声も上がります。続いて沖縄タイムス地域面からです。11団体熱戦。スポーツを通して団地同士の親睦を図ろうと、中部地区県営団地連絡協議会の2016年度各団地対抗ボーリング大会が5日、宜野湾市金子の宜野湾ボールで行われました。同協議会の年間行事の一環で、大蛇名団地、中城団地など中部地区11団地の子どもから大人120人が参加しました。宮城会長が、日頃はなかなか顔を合わせる機会が少ない県営団地住人が親睦を図る行事、楽しく競いましょうと挨拶し、4人1チームの団体でおよそ3時間にわたり熱戦を展開しました。おしまいに沖縄タイムス総合面からです。普天間の運用停止要求。県協議会のアメリカ軍基地関係特別委員会は27日、アメリカ軍普天間飛行場の運用停止の実現を求める意見書案を本会議に提出することを全会一致で決定しました。宛先は首相、外相、防衛省、沖縄担当省です。本会議で可決されれば上京し、直接意見書を提出します。普天間の運用停止を求める意見書は、5年以内の運用停止は政府と県の約束だ、辺野古移設の進捗に関係なく全力で取り組むべきだと主張し、問題解決に消極的な政府の姿勢は断じて容認できず、固定化は決してあってはならないとして、一日も早い危険性の除去を求めています。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。聞こえてる人もいるけど、ちょっとね、聞こえにくいっていう人もいるみたい。ティルミさんだけ見たよ。俺だけ。もうね、マウンテンリューかける人には聞こえないらしいです。そうっすね。マウンテンリューって沖縄だけでしたっけ。違うんじゃない。違います。そっか、皆さんマウンテンリュー知ってますよね。なんかこう、元気が湧くような飲み物ですよね。昨日さ、あれが来てたよ。なんだこの飲むやつのお姉ちゃん、お姉ちゃん回ってるさ、こんな大きい爆竹とか、デッドブル。そうよくわかったな、私。よくわかったな、よくわかったな。背負ってるの見たことないですけどね。すごいな、よくわかったな。元気が出る、うん、で、どぐる。あ、ミノが服装がいつもと違うから分からなかった。なんで。一応いつも違うけど。いつも同じの着てるわけじゃないですよ。
前にフォークの日ライブで、時刻は8時を回りました。 FM ギヌワンをお聞きの皆さん、おはようございます。今日は3月28日火曜日ということで、モーニング8はミノがお送りしていますよ。よろしくお願いいたします。あーもうね、今週で3月も終わりですよ。早いですよね。そして今週の金曜日で3月31日で、この3月終わりなんですが、皆さん忘れていませんか？プレミアムフライデーですよ。早いですね。私が先月プレミアムフライデーについて、紹介したのをお忘れではないでしょうか。このプレミアムフライデーは毎月一番最後の金曜日、プレミアムフライデーとして、ま、企業の皆さん、仕事を頑張っている皆さん、今日は早く帰ってね、金曜日満喫しましょう、週末満喫しましょうということで、国が上げて応援している制度ですが、いやね、なかなかそうはいかないっていう人も多いっていうのが現状っていうのはね、もう重々承知しておりますが、まあ、県内でもいろいろ取り組みをされておりますが、例えばかりゆしアーバンリゾート那覇では、今週の金曜日夜7時からディスコイベント、かりゆしディスコナイトを開催するそうですよ。前売り券も販売しているということで、ホテルのシェフが作るフード、はあ、チケット3枚とフードドリンクがつくということで、まあ大人の皆さんディスコで楽しみましょうということで、この企画が行われているそうです。皆さん今週の金曜日どうやって過ごす？私は特に予定はないんですけど、まあお酒をね飲んで楽しもうかなーとは思ってますけど、あーどうなるかな。最近ハマってるお酒、ジンジャーハイボール、あー、うん、甘いですね。甘と、私前までは梅酒だったんですけど、ジンジャーハイボールにシフトしてきています。ここからカクテル行って、うん、カクテル行ってワイン行って、日本酒だ、日本酒、あー、いかない。でね、先々週に飲みに行ったんですけど、ジンジャーハイボールばっかり頼んでて、そこの居酒屋で 2,3 時間ぐらいいたんですよ、うん、そしたらこの味、アルコールがいきなり強くなったのが分かって、うん、あ、もうお店の人買ってほしいのかなっていうのが分かりました。どうせだったらもうちょっとこう酔っ払って味が分かんなくなった時ぐらいにそうしてほしいんですけどね。あんま、まだあんまり酔ってない時にそうされると、って思っちゃった。すいませんね、自分勝手で。はい、ということで今日のテーマ発表します。今日のテーマはプロフェッショナルですよ。皆さんプロフェッショナル見てますか？ NHK の。じゃなくても、あなたはどんなプロフェッショナルでしょうか？お酒をたしなむのもプロフェッショナルですか？プロフェッショナルでお待ちしています。そしてなんかね、リクエストもテーマがついていますけれども、今日のリクエストのテーマは、会ったことがあるアーティスト、かっこ見たことあるでも OK でお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。ということで早速ダンサーズさんからのリクエスト採用しましょう。かっこいいねこの曲ね。リアナ、Where have you been? ダンサーズさんはダンサーだけあってかっこいいのばっかりリクエストするんだ。Bluetooth にオンしてました。ひふみさん、解決してよかったです。渡里哲也さん、おはようございます。つるくん、カリュシ58のやつ。カリュシアーバンリゾートで、トマリンのところかな。私はラムコーク。ああ、ラムコーク。ラムコークも甘いイメージがあります。甘党ですなぁ。神奈川に年中。ミンノが島の見れるんだったら本物だけどな。島の見れるの？私は、
私島は好んでは飲まない。めっちゃ飲みやすい、で、ある程度こうお酒を飲んだ後だったら大丈夫です。自分の中でこのお酒は飲みやすいっていうのも大体分かってます。あまり島は飲まなくても、あ、私の中では残波の城か、あの琉球王朝、あまりちょっと香りが強いと苦手感はある。菊の爪の VIP のメッセらしいですね。なんでかな、なんでだろうあれだったら極大きいけど、瓶で、あば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 急にあばでっかい鼻くそ取れたって報告ありがとう一応感動しますよね、まあ、気持ちはわかります。わかる、うん、あばあ、通信制限、そっか、今マックスかもね。そうですね。そっか、プロフェッショナル、何のプロかな。あ、アイデアマスモさん、コンティニューコインありがとうございます。今日あれだから自分の話もして、時間あるから。何がいいかな。いいのは鼻でかいプロフェッショナルじゃない。別に意識してやってるわけじゃないんですけどあ、そうそう、僕はね、この女性、魅力的な女性を探すというプロフェッショナルだ。それは男性のほとんどに当てはまるのではないでしょうか。違う見た目だけじゃないですよ、キャラもね。ミノはチャタンのプロフェッショナルでしょ。ありがとうございます。いや、ほんまに日曜日だったかな、チャタン行ったんですけど、うん、何しに、何しに行ったかな、買い物に行ったんですけど、やっぱりどんどん新しいのもできてるしさ、すごいよね、あっち。で、いつ行っても音楽が聞こえるので、私が行った時はダンスのイベントやってたりさ、すごい賑やかでしたね。ロケロール。チャタンもね、今本当に毎日毎日頑張ってると思いますよ。商工会の皆さんも。時刻は8時9分になるところですよ。 79.7MHz FM ギノワからモーニング8、火曜日担当ミノをお送りしておりますが、ここで天気予報、そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日3月28日火曜日、沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。そのこともあり、降水確率は 0%。 気持ちいいね。日中の最高気温は20度です。北東の風、南東の風晴れ、夕方から曇り、波の高さは2メートルのち1メートルとなるでしょう。ついでに明日の天気予報もお伝えしておきましょうね。明日朝6時までは 0% なんですが、その後は 10% となっております。とは言うても、まあ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 、雨は降り確率かなり少ないです。朝の最低気温が16度、日中の最高は22度と、まあ今日よりかも少しは暖かくなるかもしれません。南東の風のち南の風、曇り、時々晴れ、波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。あ、明日は南の風が吹くということで、風もね、そこまで冷たくは感じなさそうですね。うん、うん、
今日と明日は気持ちいいお天気続きそうですよ。お洗濯物干すには最高かもしれません。以上、お天気お伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道、事故などの情報は入っておりませんが、金インターチェンジ、こちら上下線とも工事しておりますよ。そのため金インターチェンジのよいしょ下り、こちらの車線では対面通行のため渋滞が発生しておりますよ。この辺になりますとね、減速して、お通りください。危ないのでね。続いて一般道路お伝えいたします。現在一般道国道58号上下線とも牧港ぐすくま、こちらの区間で渋滞が発生しております。現在中部地区、事故などの情報は入っておりません。国道330号南行き公営手前で渋滞が発生しております。その他目立った渋滞は見られませんのでね、引き続き安全運転をよろしくお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。メッセージ紹介いたしましょう。 FM ギノアンドゥは、ツイッターも連動しております。そのツイート、紹介していきますと、今日も盛り上がっていますね。今日のテーマはプロフェッショナルなんですけど、みやちゃんさんが、山内さんは女性をチラ見するプロフェッショナルって書いてるんですよ。いかがでしょうか。高速チラ見プロでございます。1秒で何回ぐらい見れます。もう気づかんぐらい。気づかんぐらい。女性は絶対気づかん。チラ目じゃないですね、それも。きっと顔面の方です。ああ、怖い怖い怖い。目がめっちゃ泳いでる。怖い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 。そうなんです。今日のテーマは、プロフェッショナル。ということで、こちらも紹介いたしましょう。みのんさん、滑りトーク愛好家の山内さん。おはー、名古屋のダンサーズでございます。どうもどうも。なんかお久しぶりな感じ。今朝のテーマプロフェッショナルですが、友人 K ですね。お、彼は自動車整備の資格を持ち、整備工場に勤務しています。ダンサーズが車を買うときや買ってからの相談などは K に任せています。彼に相談すれば一発回答をしていただき、さすがプロフェッショナルだなぁと思っています。ミノーさんはこれなら任せられる人は周りにいますか、リクエストお願いしますということで、先ほど採用させていただきました。ありがとうございます。ああ、私も車の相談ごとに関してはこの人っていう人がいますね。あとはやっぱり、まあ私の場合はもうほとんど周りの人がプロフェッショナル仕事に関しては相談をしたりアドバイスを聞いたりと、本当に私の周りにはプロが多くて、しょっちゅう人に頼っております。本当によ、本当に、うん、周りにそういう人がいるとすごく助かりますし、車のことに関してはね、本当に助かりますよね。本当に、だって突然のことになると出費も重なるしさ、ちょっとこの車の調子がおかしい、例えば変な音がし始めたとか、そうなるとすぐ相談できる人がいると時間かからなくていいですよね。そういう人がいないと、こう整備工場に行くときはまあ時間を作っていかないといけないとかさ、そういうことも考えると時間もお金もかかる。大変でございます。ラジオネーム名古屋のダンサーズさん、ありがとうございます。こちらも紹介しましょう。皆さん、おはようございます。今朝も寒い中の出勤ご苦労様です。又吉美乃さん &FM ギヌアの山内さん、ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーンです。お二人さん、おはよう。あい、美乃ちゃん、今日のテーマプロフェッショナルですか。会社で購入しているパソコンのメンテや修理やソフト操作をやってもらっている方がすごい。やってもらっている方がすごい。会社でその方に提出書類の電子化の作業をしてもらっている最中に、別の会社からパソコンの操作方法の電話があり、
操作方法を電話で伝えながら、手元では目の前のパソコンで違う操作をやっていました。プロフェッショナルですね。本当ですね。すごいな。パソコンに関しては本当に私はほぼ無知と言ってもいいのかな。今ってね、どこでもパソコン使うじゃないですか。ほとんどの企業っていうか全部のね企業でパソコンはもう不可欠と思いますが、やっぱりその一つの会社に一人でもパソコンのプロがいると頼りますよね。今地さん、プロ持っているパソコンは Windows ですか？ Mac。 出た Mac。 Windows もプロ。どっちが長いですか、使っている？ Mac。 Mac が長い。ああ、そうなんですか。意外。編集してから。編集、やっぱ Mac の方が、もともとあるソフトは Mac の方が編集とかに関してはね、いいとは聞きますけど。最近はさ、結婚式とかで思い出のアルバムとか生い立ちを紹介するとき、ムービーありますよね。あのムービーは結婚式会場の方が作るとまたお金もいくらかかかるということで、自分たちで作るっていう人が増えてきているそうですね。その時はこの Mac、 Windows ではなくて Mac に入っているソフトを使うと便利だとか簡単に作れるということで、自分の好きな曲を使って思い通りに作る、本当に手作りの結婚式となると思いますが、結婚式でね、働いてる人もまあいろいろ大変ですねあれこれこう試行錯誤しながらサービスを売るっていうのも大変だと思いますが、プロフェッショナルが、パソコンのねプロフェッショナルはどんどん増えてくるかと思います。ギノトロンボンさん、メッセージありがとうございました。ということで、ダンサーズさんのリクエストいきましょう2曲目ですね。この人にも会ったことあるかもしれないんですね。なるほど。セブンウップス、切なエモーション。いいですよね、セブンウップスね。違うんですよ。Mac の方が、なんていうのかな。自社、Apple で作ってるソフトが多いから、安定してるわけ。あって。そう。編集ソフトはあれアップルが作ってるのが優秀だ、悟ったの。それで安定してるから強いかな。あとグラフィック系が強いのか。Windows 逆にお金かかるわけさ。Mac のこのレベルにしようと思ったら、その辺があるんですよ。セブン…お、マジ？ゆきうささん、コメントお願いします。久しぶりに見たいです。すごい、名古屋のインスタライブ会場でお会いしたんですね。名古屋のダンサーさん、すごい。みのちゃたんのさ、大使でナルチ行ってないの？そういう話はあるんですけど、夏ぐらいに。あ、どうなってるかな。行けばいいのね、あれだろ、なんだ、沖縄観光店みたいなのあるんじゃない？ね、行きたいな。僕は彼女の雪のプロフェッショナルです。あは、なんでパソコン自作してたってどういうことですか？すごい、組み立てたってこと。アイディアさんがめっちゃ困るんだよね、できない人が頼ってくるのって仕方ないじゃない、あなた頼られてるってことですよ。いいことじゃないですかプロフェッショナルは機種を選ばない。なるほど。すごいですね、パソコン組み立てたって。ここ数年でマクハに転向。マクがいいよね。先週 Windows 10のパソコンを購入しました。あ、そうですか。セブンウップス会ったことないな。あ、
意外です。イントロさん、セブンプス、セブンプスさん会ったことないんですね。ね、でもね、あの声はもうおなじみですよね。 GM とかラジダブでも番組やってるの。前はドラムの舞子さんだったかな。この人たちみんな女なの？ドラムとボーカルが女性で、ギターあとベースかなは男性。変わってるな。マックって言ったらマクドナルドを想像してしまった。わかる。私、もうマクドナルド食べたくなるし。セブンプス、うちのメイコの一部主店。あ、そうなんですか。出た、うちの。すごいすごい。私もあの大学生になってマックマックってよく聞くようになったんですよ。小学校では Windows をずっと触っていたので、小学中学高校とずっと Windows のパソコンが学校にあったんですけど、大学になって周りの人が俺 Mac 使ってるって聞いた時に Mac？ じゃああれいきますよ。今日は何の日、何の日で、以上で締めてね。了解です。はい、ゆきうささん来た。可愛いわけこの人。ゆきうささん、私ミーノと申します。よろしくお願いします。8:58、ミーノ、おはようございます。マクドと言います。はあ、そうなんだ。関西マクドっていうの。マクド行かへんみたいな。今日は何の日のコーナーです。沖縄手帳をパッと開いてみますと、今日は3月の28日、戦譜って書かれてる。先に負ける、先負け。ああ。今日は旧暦の3月1日、満潮時刻が�朝の7時25分、そして夜の7時37分、干潮が午後1時30分となっております。まあ釣りをするなら今の時間か夜ということですよね。あ、そして沖縄手帳にはですね、南城市環境庁が日本の名水100選に登録、1985年、結構前ですな。沖縄県が戦略特区国際観光拠点に指名される2014年。そして老築化した首里城正殿の取り壊し工事中止、危機一髪で保存へ、1924年となっているそうですよ。そうですか。まあね、首里城ね、私最近テレビ見てて思ったのが、大学、昔琉球大学ってこう首里城のところにあったっていうこと皆さんご存知でしょうかね。あって、そこからこの西原中城に移動してきたというふうに大学がね、そう聞いてるんですけれども、結構内地の国立だとかそういうところって歴史がありますよね。昔からそこにあってだとか、昔の建物も残したままだとか、なんかこう大学でもそういう歴史があるっていうのはすごい羨ましいなと思って、テレビ見ながら、ああ琉大も首里城のところにあったらなとかちょっと想像しましたね。あの首里のあのシュレイヌ門ね、あれをくぐって大学に通学するっていうのもちょっとなんかかっこいいような赤門じゃないけどさ、東大のね、あの門じゃないけどね、正殿があるとかっこいいなとか思いましたけど、またこの映った中城、西原にある琉大にも守礼の門をね、なんかこう記念に作ると、またそれもちょっと話題になるっていうか、ね、マークになるような気がしました。以上、今日は何の日お伝えしました。じゃあメール読んで歌いって、シム。はい。メッセージ紹介していきましょうね。先ほどこのツイッターの方では
関西の人はマクドっていうとかね、いろいろこう話があったんですけれども、アイディアさんがたまに沖縄の人にエンダーの正式名称を聞かれたら答えられない人がいるのと同じですなーってつぶやいてますが、エンダー A&W ですよね。答えられない人いるんですか？本当？いますよ。何の略かかりますか？A&W 作った人の名前の略でしたよね。前調べましたね、私。調べた。さすがに名前までは覚えてないな。アレキサンドラ・フリップスみたいな。全然ちゃうし。ひふみさんもつぶやいてます。シュレイの門通っては龍大行かなかった事実。ほんとね、失礼しました。こちら紹介しましょう。はい、サイミーのミーノも大嫌いなモーミーヤイビーシガーって。何ですかこの最近の挨拶はさ、入りがさ、いつもここで私こけちゃいますよ。ワンヨー、昔はおならのプロフェッショナルにアビラットータン。一発のおならで何回に分けて音出せるかって試しくだからん試ししたから、ワンが最高18回、ヤシがドゥシのケンちゃんが32回更新しよった。すごっ。この記録はうるま市ではまだ破られてない伝説の記録として残っている。これ自称ですからね。ヤシがミーの40余った今はこんなことはしないよ。プライドとかフラー見たこと見たいとかじゃなくて、おならのパッキンが緩んでからたまーに頭らしきものとか出てきそうで怖いからよ。やるときはパンパース履いとかないといけない状態やんばよ。ミーのもおならのプロフェッショナルになりたいなら、毎週水曜日のフリムーンラジオ終わってから急な公民館で教えるから来いよ。アンシェヤイスライヤイスラヤサ。ああ本ゲーム難しかった。おならね、すごい。こんなにおならって分けることできるんですか？その前にお腹にね、こう力を入れて出す人、頑張って出す人いますけど、32回もね分けてやったらもう大変ですね。お腹ぺったんこうなりますね、きっとその後。そしてモーミーさん、私モーミーさん大嫌いとかそんなんじゃないよ。メッセージありがとうございました。ここで銀トロさんのリクエストをおかけしましょう。カイバンド、カリソメのスイング。ミーノはモーミーさんが大嫌いじゃなくて下ネタが好きって思われたくないだけだはず。下ネタね、まあまあ下ネタは普通に来たら受け流すぐらい。ゆきうささん、首里城は中学生の時に行っただけなので改めて行きたいな。まあ、なん沖縄の人は何回も行きはしないですよね。行かないよ。俺撮影で行ったんだけど、うん、それ以外で行ったことないの。わざわざ行かんよな。行かないですね。仕事で行くぐらいだよね。首里城もだよね。遠くから見れるからな。そうですね。あのお金を払って入るところまでだったらまあ行ってもいいかなと思うけど、あそこ駐車場もお金取るでしょ。そうそうそう。それがちょっとね大変なんです。いいよ、一人で来て、リクエストさん。一人で行かないでねって。入場料がな、本殿よりも外の公園がいいよね。おっしゃる通り。アイリアマスオさんおっしゃる通り。あの、外をね、お金払わない場所でも十分楽しめますよね、景色とか。案内板もいろんなところにあるし、雰囲気が十分楽しめます。シュレイモンが正しい読み方。あ、そうですか。失礼しました。2000円札のあのシュレイモンは嬉しいですよね、沖縄県民として。うん、渋いね。あ、エコザエルさんなら忘れてたリクエスト。次かける。
首里城近辺、昼なら無料で泊められるところもありますね。そうなの？そうなんだ。どっち？違うだろ。アイディアさん、最近2000円札にお目にかかれないのが寂しい。そうですね。コンビニの ATM とか空港でお金を下ろしたら2000冊の確率もらう確率高いって言いますけど、そういうところでなかなか下ろさないですもんね。今年こそはユキと2人で沖縄行きたいね。ああもういつでもいらしてください、本当にね。ぜひこの時期か、またはもう梅雨が終わった頃に。さっさ飲みましょう。それがいいですよ。その時期の沖縄は暑すぎず寒すぎず、空気も乾燥しているので気持ちいいです。ヒーハーさん、おはようございます。おはようございます。うん、本当に朝から皆さんありがとうございます。ひふみさん、シュリは任せろ。素晴らしい。シュリの道難しい、難しいですよね、うん、私も慣れないな、あの辺は。あの大きい道路しか分かんないです、主要なところしか。中道とか抜けてね、近道とかも絶対無理、何回とっても覚えきれない。しかもさ、結構ひふみさん変わったでしょ。変わってないのかな、なんか変わってる感じがして怖いんだよね。あっちも一通が多いさ、うん、はい、そうですね。え、ここ一通じゃないのっていうぐらいの狭い道もありますよね。で、ここ一通なのみたいなところ怖いんだよ、あるある。初めてじゃないけど常連でもない。あ、そうですか、うん、楽しんでいてくださいね。あ、じゃあミノリズムよし。ミノリズムの時間でございます。宜野湾市上空かなり晴れていますね。今日も仕事じゃないね、これはドライブですね。ドライブ日和ですね。うん、いや、移住して。僕が沖縄行ったら沖縄に移住するかもとのこと。沖縄ね、免車の免許があったらすごく住みやすいかなと思いますよ。4月中に沖縄に来ると土日お墓の前でピクニックしている風景が見られます。本当ですね。みのりんやっぱ可愛い。ありがとう。ドゥ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 。このコーナーは私ミーノが観光についてお話しするミノリズム、ミノリズムのコーナーです。よろしくお願いします。今日はね、あんまり明るくないお話も、皆さん昨日ニュースでもう一日中やっていたと言っても過言ではない、こちらテルミクラブのニュースご存知でしょうか。大変なってますよ。まあ、テルミクラブという格安旅行を手掛ける会社なんですけれども、昨日突然破産手続きを開始したということでですね。あの、何かと言いますと、格安で、パッケージの旅行を売っていたこの会社、お金を払って現在旅行に出かけている人がいます。海外旅行が多いと思いますが、そこで行った先、ホテル入ろうとしたらお金が支払われていませんと言われ、ホテルに泊まれない客が、何千人といるというニュースが流れました。そして空港でチケット持って飛行機に乗ろうとしたらチケット購入ができないだとか、そういう問題も本当に何千人っていう被害に遭っている人がいますが、
大変なことになっておりますよ。まあ弁護士らによりますと、このテルミクラブ破産の影響は旅行契約者数で3万6000人合計99億円、実際に影響を受ける利用者数は9万人に上り、まあ旅行が中止に追い込まれる恐れがあると。この負担額はもっと大きい、合計150億円だそうです。本当に大変になっております。もう前もって、旅行料金何十万と払った人もいらっしゃいますが、この返済いくらお金が戻ってくるんですかと聞いたら、弁護士は 1% 程度になると説明。考えられないですよね。旅行っていうのは目に見えない商品を先にお金を払うということなんですよ。それを旅行会社の人も重々承知だと思います。思うのにこのありさま、考えられません。前もってお金を払うことに対して、私たちはワクワクだとか楽しみ、そして、実際に旅行に行ってその思い出だとかそういう経験というのを、お金に変えて得るもの、それが旅行だと思うんですけれども、その経験も得られない、むしろもうね、苦い思い出となって帰ってくるお金は 1%。 もうこんなにね、悲しいことはないし残念だと思うことはないと思いますよ。また海外旅行に行く人は、まあ若い方もいらっしゃいますけれども、年金生活をして、これから人生を、第二の人生を楽しもうという方もたくさんいらっしゃるわけですよ。その方たちにとってのお金っていうのは本当に重要なものだと思います。年金生活を送っている方もほとんどだと思いますので、このニュースを聞いた時はもうなんということだと思いました。格安でパッケージをね、旅行を扱っているところたくさんあると思いますが、全部が全部この破産に追い込まれているというわけではないと思いますので、皆さん、まあ見極めて旅行をされてくださいというのもちょっと限界があると思いますが、まあちょっとね、自分でこう情報を自分でなんていうのかな、見極めて旅行に行くっていうのも大切なのかなと思いますね。まあ難しいことだと思いますけれども、でも高いお金を払って旅行をしないということもいろいろできますので、躊躇しないで、観光旅行引き続き楽しんでいってほしいと思います。以上、ミノリズムお伝えしました。ねえ、自腹でお金を、行き帰りのチケット、往復の航空チケットを払っているにもかかわらず、帰ってくるときにまた自腹でチケットを払って持ってこない、帰ってこないといけないっていう、かわいそう。破産したの、旅行会社が。大変だね。1週間前にこの新聞でこのドーンとパッケージ旅行を売って、うん、入金1週間以内に行いましょうキャンペーンみたいな。まだついてないの。あら、あれじゃないの、詐欺でしょ、違うわけ。この社長はもう詐欺をしようと考えてやったことではない。あ、それはもうそれは考えていなかったと言ってるんですけど、詐欺と同じじゃないですかね。結局やってることは変わらない。もうだから海外に行ってる人からしたら Wi-Fi なんていうの、インターネットが自由に使えない環境にいる人は何が起こったのかと思いますよね。うん、本当や、うん、いきなりホテルの人からお金が払われていないから泊まれませんって言われたり、うん、ただ旅行に行ってる人がいるんじゃなくて、ハワイで挙式を挙げようと、うん、でこの親族をこのテルミクラブっていう会社を通して航空チケット、そしてホテルを手支配した人もいたんだけど、この親族は来たのに、飛行機乗って来たのにホテルに泊まれないとかもあったんですよ。結婚式でお金も貯めてこうやってね、ゲストも招待してやったのに大変ですよ。
ただでさえ結婚式お金のことシビアに考えてると思うのに。待って、メールいっぱい来てますよ。うん、この社長はもう本当に自殺するんじゃないかってぐらい追い込まれると思いますね。心配です、そこは。でもそれぐらい大変なことですからね。この時期ってほら、卒業旅行もあるじゃないですか、うん、大学生にとって何万、1万っていうお金も大きいと思うのに、韓国に旅行に、卒業旅行に行く予定でしたっていう人も昨日テレビインタビューで出てたんですけど、大変ですよ。その大学生は7万払ったそうですよ。7万、本当にいたたまれない。本当に悔しい思いしかないんじゃないですか、そういうね思いされたら。卒業旅行は行けないんですよ卒業旅行ってみんな行くの？私は行きました。この時にしか行けない旅行で、この時にこの時に行くから楽しめる旅行だと思うのに、かわいそう。この後の 対応といいますか、ちゃんとやっていただきたいですね誰がバブルスやねん。バブルス仕事してるじゃあ、あと紹介でいきましょうか、はい、いや、うん、お送りした曲、エコザイルさんからのリクエスト、ガネコマヨ、君にうがなびらでした。メッセージ紹介していきましょうね。その前にマヨちゃんの曲、いい曲でしたね聞いてましたよいい曲だったね。いい曲でしたね、やっぱりね、歌うまい。やっさー、もうまゆちゃん久しぶりに会いたいな。いつも会ったら元気なんですよね、笑顔でね。うん、元気、私も元気出る。メッセージ紹介していきましょう。はい、サイミーノーミーノーの大嫌いな、あ、これさっき読んだよ2回読んだらね、ちょっとなんか申し訳ないね、すいませんこちら、かわいいみのちゃん、おはようございます。プロフェッショナルといえば、しあさってからプロ野球が始まります。あ、そうですか。みのちゃんはどこのファンですか？私は奈良に住んでいますけど、阪神ではなく中日が好きですよ。近畿地区にいるせいか、周りに中日のファンがいませんよ。沖縄で中日ファンはキャンプ地のある茶谷の人ですかね。頑張れドラゴンズ。奈良の国江さんからいただきました。奈良の国江さん、私ドラゴンズファンですよ。今年からということもあるんですけれども、一応この一つの球団を応援するってことに憧れていました。ユニフォームを着て毎回そのチームのたんびにテレビを見て応援するっていうのにすごい憧れてたんですけれども、なかなかどの球団を応援するか、どの球団を応援するか、うん、きっかけがなかったんですが、去年から北谷町の白浜大使をやっておりますので、ドラゴンズ応援したいと思って張り切っております。ユニフォームもね、ちゃんといただいたので、そのユニフォームを着て応援したいんですけれども、そのプロ野球、今のプロ野球の最年長のピッチャー、まあ去年引退するかもと言われていたピッチャーいますよね。その方が今年どのような活躍をされるのかっていうことも、注目ですし、まあ、怪我から復帰した選手、ちょっとすいません、名前が今パッと出てこないんですけれども、その怪我を乗り越えてからのプレーっていうのも楽しみの一つかなと思っております。ドラゴンズ、まあ、森監督もね、今年はゼロからのスタートだと思って頑張るということで挨拶をしていたので、しっかり沖縄でもキャンプを終えて、今、ホームに戻っているのではないかと思いますが、奈良の国枝さん、一緒に応援しましょうね。
メッセージありがとうございます。こちらミーノーヤマチンおはやうエコザイルダスよプロヘッソこの人たちみんな一緒おーウケる。もう本当にエリアが一緒プロフェッショナルね。一応さ自動車整備士の国家資格を持ってるわけさ。おーかっこいいね小沢さん。でたまに友達や知り合いの車やバイクを修理やメンテナンスするときにはちゃんとお金をもらう。まあそりゃそうですよ、プロですから。うん、なんでかっていうと技術を教えてもらった先輩に整備技術の安売りはするな、そうすると安いからって思って手抜きにされる、他人のバイクや車を整備修理するということは乗る人の命を預かるということだからって心得も教えてもらったからさ。それでもそこら辺の整備工場やバイク屋よりは全然もらってないけどね。わら、あ、ミーノヤマチン、バイクや車のことなら遠慮なく聞いていいよ、じゃあ後からやと。いいね、うん、頼もしい、ありがたいです。それはもうお金をいただくっていうのはもうそりゃそうですよね。それを仕事にしているわけですから。でも頼りにするっていうのはやっぱり信頼もありますからね。うん、なんかこう多分私が同じ立場でも友達だとか親しい人にはちょっと安くで仕事を受け持ったりするっていうことあると思います。お気持ちはわかりますよ。さすがプロだなね。でもその先輩の教えも間違いではないですからね。うん、メッセージありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。ということでリクエストもお送りしましょう。カリーさんからのリクエストです。矢野明子、春先小紅。あたとん、あたとん。これ途中で BGM にして、はい、残り読みますか。わかる、わかる、わかる、この曲、うん、それはもう矢野明子はすごいんですよ。うーん、結構ねすごいよ、うん、坂本龍一の奥さんでしょ。そうなんですか。元よ、坂本美雨っていうでしょ。坂本龍一が惚れた女。違うよ。あ、そっか、娘で。あ、娘、惚れたの娘。すげえ。なんだっけ、 FM 沖縄でもやってんだよ、ディアフレンズだっけ。うん、今は分かんないけど坂本美雨今立ってる。はい、そっかそっか、あの人か。ディアフレンズ、坂本美雨のディアフレンズエコさんは点検とかもできるのかな、ね、あ、整備、あ、車検の点検とかですか。車検はできるって前言ってたんだよな。おひふみさんとかエコさんは何でもできるって感じがするな。あ、確かにひふみさん、うん、そうですね、エコザイルさんも何でもできるって感じする。うん、エコさんできるはずよってアイドルさん言ってますね。ね、なんか仕事しながら他局の番組に FM ギヌワンのアカウントでコメントするプロフェッショナル。そうですか。怪我から復帰は浅野、あ、そう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 、浅野選手だ。何でもできるはずよってひふみさん。サウドさん、何の話？何でもできるよね、ひふみさん。行動派？そうだよ、今はさ、役者までやってる。すごいですよね。本当です、何でもできる。なんか行動派？すごいね。うん、すごいアクティブと言いますか。夢を持ってるから、何でも挑戦するって感じですよね。いきますよ、うん、お送りしているのはね、はい、いや、メルコ、お送りしていますのはカリンさんからのリクエストです。矢野明子、
春先神戸にですね私も聞いたことがありました。この曲をね BGM にしながら紹介していきたいと思いますが、アイディアマスオさんですね。おはようみーの山内さん、恋愛マスターマスオだよ自称で恋愛マスターと言ったことはないが、 FM ギノアンで恋愛マスターということになっています。プロフェッショナルな、一応教育のプロフェッショナルなんだけどな、全然活かされてないな。何か特別うまくやるというよりも何でもそこそこやるのが得意かな。多趣味無芸って感じ。今日も可愛いみのダンディ山内さん、最後まで千葉リコとメッセージ。アイディアマスオさんありがとうございます。あ、何でもそこそこやるのが得意、多趣味無芸、はははそうですか。まあね、まあそれもプロなのかもしれませんね。何でもそこそこやるっていうのが、うん、それも得意になるかもしれません。うん、メッセージありがとうございます。まあこの曲がかかってくるとちょっとしっとりと読みたいですね。プロフェッショナル、糸満が生んだ怠け者、サウロ兄さん。今日番組は彼に取材をしてきた。あ、僕の夢ですか。夢は世界一の怠け者です。いや、今パソコンを見て何をしているんですか。綺麗なお姉さんがたくさん映った動画を見ています。我々は取材を諦めた。次回のプロフェッショナルは沖縄のスーパーサラリーマンのサウロ兄さんを紹介しますみたいなねまあこんな感じで、あ、サウロ兄さんちょうどいい時にこの曲かかってきましたね。プロフェッショナルのあの番組の紹介の仕方ってすっごく引き込まれますよね。かっこいい、ね、あれは本当にかっこいいな。真似したくなりますよ。アプリで誰でもこのプロフェッショナルになりきれる動画作れるアプリがあるのご存知でしょうか。わかりますか山内さんあるんですよ。自分で撮った動画を使ってバックミュージックではこの曲が流れるっていうね面白いの作ったなと思いますけど、でもプロフェッショナルだとか情熱大陸っていうのはなんかこう一つのことに関して精通している方取り上げて、その人の考えだったりお仕事取り組んでいることにフォーカスを当てて、ありのままに紹介している。他の人の考えが混じったこともなく、他の人の意見をこう取り入れて紹介するじゃなくて、その人の目線に立ってまたその人を紹介するっていう、なんかこう客観視できるような作りもなっているので、私はすごく好きな番組の一つだなと思っています。で、私自身も今はレポーターとして動いているんですけれども、本当にいろんな仕事をしている人たちにインタビューをすることが多いです。で、その中で熱を持ってやはり皆さんこのお仕事だったりイベントの紹介をしてくださるので、私はものすごく引き込まれます。熱を持って話をしてくださると、私はすごく熱心になるというか、なんかこの他人の熱い気持ちっていうのは他の人の気持ちを動かす力があるんだなっていうのも、この仕事をしていてすごく感じる時があります。山内さんからもその仕事なんていうのか熱を感じる時がありまして、うん、放送業界なんかこう放送を楽しくしたいだとか、もっとこうしたいだとか、もっともっと面白くしたいなっていう、そういう気持ちは私にも伝わりますので、やっぱり熱い気持ちを持って仕事をされている方、私はすごく素敵だなと思いますし、そのお仕事を紹介したい、そのイベントを紹介したいっていう気持ちになります。なのでその皆さんのお仕事の手伝いができているこのレポーターという仕事、すごく私は誇りにも思っておりますよ。うん、いいこと言ったかもしれない私もプロフェッショナルでありたいので、皆さんのね
このメッセージを紹介するときもなるべく気持ちを込めて紹介するし、なるべく皆さんのメッセージに対して一つ一つにコメントを残すようにしております。うん。なのでいつもメッセージを送ってくださる方、もちろんそうじゃない方、聞いてくださっている方もすごく感謝しております。ありがとうございます。青の軍団さんからもメッセージいただきましたね。バブルスお手ってバブルスお手って言われてます、大山内さん。メッセージありがとうございます。そしてこちらも、ミーノさん、山内さん、おはようございます。プロフェッショナルといえばひよこのオスメスを見分ける、ひよこの判別がありますと、日本人にしかできない技なんだそうですよ、日本人ってすごいといただきました。本当ですね。メッセージありがとうございます。来週もよろしく。お疲れ様でした。